はい、おはようございます。久しぶりですね。本日は、何月？4月17日月曜日で、今現地は、掛川のインターの近くにいます。で、ホイールを磨いています。磨き剤はまあこれはちょっとね、あの公表してないやつですね。まあ特別にそんないいやつっていうわけじゃないんですけど、まあちょっと紫の王道みたいな感じで、紫の王道をベースに作り上げたやつですね。こんな感じで、こんな感じで。ちなみに500のペットボトルの販売はしておりません。僕はめんどくさいもんで500で持ってきとるっちゅうだけですね。そう、僕はだいたい週の始めと終わりは紫の王道をかけるパターンで行ってますね。まあ逆に言ったら、もう週の始めと終わりはもう紫の王道で始まって紫の王道で終わるっていうのが、まあ一般的ですね、僕は。で、掛川の今ね、ここはね、ローソンか。ローソンで磨いてますね。さすがに現地の駐車場でまあ磨くのはできるけど、YouTube 撮るのはさすがにちょっとまずいんでね。そうで、まあこうやって磨いてますね。とりあえず今週なんか天気が、まあこの愛知っていうか東海は晴れだったり曇りだったりするんで、でもこうやって見とるともう太陽がキンキン出ると思うんで、で僕今日掛川の6時着なんすよ。で6時着でさっきトレーラー切り離してで来たもんで、あ、ちょっとこれは見せることできんな。これはちょっと公開したくないやつだから、あの LINE 友達限定の人だったらこれは教えますけど、真似するやつがおるもんでね、ちょっと教えられない。映っちゃったかな。よいしょ、映らんようにしといた。よいしょ、こんな感じか。これでも水洗いのみですからね、水洗いのみで、で、こんなんですよ。ほどほど綺麗でしょねえ、こんなんで水垢もなく、まあ水垢っていうか、あのウォータースポットみたいのはやっぱりできますよ。どうしてもあのホイールが温かい陶器に洗車したらね。でも研磨剤だから磨けば磨くほど少しずつ取れていくもんね。一気に全部取ろうとしてもやっぱりウォータースポットとかなかなか取れんもんね。要はウォータースポットっていう名の、水垢シミはやっぱり取れないんで、なかなかどんな研磨剤でも。だからこうやって地道に何度も何度も磨いていくと勝手に取れていくんでね。ウォータースポット専用のあの駅とか売っとるんですけど、僕車用で持っとるんですが、本当にね、高い。300cc で本当6000ぐらいするやつね。持っとるけど、確かに取れるけど、でも軽めのウォータースポットだったら取れるけど、きつめのやつはやっぱり、ね、取れない。取れないもので、やっぱり何度か何度か何度かやるとやっぱり完璧に取れるようになるけど、あとはもう手じゃやっぱり取れんくなるもんで
ぱりポリッシャーでダーってやるのがおすすめかな。うん、で僕はね、週末はね、先週の土曜日はまあ仕事で、でまあ雨だったんですよね、結構降っとって、で仕事終わってからまあ案の定洗車して、で拭き上げて、でホイールやろうかなと思ったんですけど、いやもうちょっと体力がなさすぎてでやめちゃいましたね。うん、で土曜日夕方帰って何やっただ酒飲んで終わったのか。で日曜日が先輩と一緒に一式行ったんですね。一式の海鮮市場っていうところか。でそこでアサリとシジミと、ホタテの刺身と何だったっけな、なんか買ったな、あとタコとなんとかの卵っちゅうやつで、まあ5000円分ぐらい買って、で家帰って、で家着いたのが11時ぐらいで、で11時からまあ飲んで、で12時半ぐらいから3時まで寝て、で3時ごろ起きて、3時半ごろタケノコ取り行って、家族で娘と息子連れてね、でタケノコをもう山のように取って、でただいま僕の車のボクシーはなんとすごく汚い、中がタケノコまみれで、タケノコのカスまみれか。うん、でそれで帰ってきて、で嫁の車を洗いで買ってきたアサミを酒蒸しにして、で残ってたタコを食べて、でビール500と焼酎500と、あとまあちょっと別のねウイスキーとか飲んで、で11時ごろ寝て、で今日3時に起きて、でホイール磨いてますね。何やっとるんだって、もっと寝ろてって。いや寝たいけどさ、本当は今日磨く予定じゃなかったんだけど、この天気見たらもう磨くしかないでしょ、マジで。もうこれやるっきゃねえなって思ったもんね、この天気だよ、この天気絶対今日晴れるっしょねえ。よいしょ。やっぱりね、普段磨きまくっとるから、そんな大して汚れてない。さっきパパーってちょっと拭いといたんですけど、別に磨かんくてもいいんですけど、やっぱりね雪のり研磨剤日本ナンバーワンにするためには、まず自分のホイールをきれいにしなければ。サンプルもなんかめちゃくちゃ出とるし、異常なぐらい、マジで。サンプルと商品もほどほど、送料無料でやっとるじゃないですか。で先月だったかな、先月送料だけでいくらだったかな、7万9000いくら払いましたね、僕。リコちゃんに請求されて、
あんた送料無料だけであれだよって7万9000もう8万だでって送料有料にした方がいいじゃないっつって、あそう、まあそりゃ1本しか買ってくれん中だったら送料有料、有料っつっても520円だもんで、レッターパックだもんで、うん、速達でね、そう520円だけど、まあでも2本からお願いしとるもんで、ね、2本買ってくれるだったら別に送料無料でいいかなと思ってね、そうそうそうっていうのがあって、だもんで今月ももうすでに送料6万ぐらい払ってますもんね。毎日あの無料サンプルが20から60ぐらいで出とるもんで、そう20件から60件ぐらい出ると思うんで、毎日だよ毎日、うん、YouTube 見ました TikTok 見ましたっつってね、なので送料がだいたい120円から160円140円ぐらいだもんで、うん、だもんで、まあ、まあ毎日送料で3000円から7000、8000ぐらい払ってるかな、毎日毎日ね、アホでしょ送料だけ取っても俺取りゃいいじゃんなんてね、そのリコちゃんとウルミちゃんが言うけど、まあいいわって、俺が貧乏になったら送料取るわって言っといたけど、よいしょっと、ああでね、昨日ねもう超恥ずかしいことがあってね、で先輩とその一式のそのなんだ海鮮市場、海鮮市場巡りしたんですけど、一式と蒲郡ね、うん、そうしたらその帰り、そう帰りね、うん、車がさ狭いところでこっちが曲がったんだよね、先輩が。そうしたらさ、あの鈴木の車に乗っとるいかつい兄ちゃんがバーって突っ込んできたんだよね。どうあがいても1台しか通れんだろうという道を、うん、そうしたら先輩がなんでこんな道突っ込んでくるんだっつってね、止まっちゃってね、で結局向こうはね、おいこら下手くそだ、あーだこだ、バカだ死ねだ、あーだこだって散々なこと言いやがってね、52、3ぐらいのおっさんだったかな、白髪の体格のいい、そうでもこっちは完全無視だよね、先輩は。そうしたら向こうは携帯で車とかナンバーの写メ撮ってね、で挙句いろんな車が来て通れんじゃねえか、あだこだって、でみんなこっちも向こうも動かんもんでね、うん、で結局向こうが警察呼んでね、まあ都合のいいことばっかり言っとったわ。でも僕はもう恥ずかしくてね、ずっとこうやって下向いてましたわ大皿僕が警察に追われてね、どうなっとるって言ったら、いやねってこっちが先に曲がったのにその向こうが突っ込んできたんだよって、普通だったらまあ譲り合いの気持ちで待っとるじゃないですかつって、それを突っ込んできてね、いけるだろうって言ってきてね、んでこっち行けんって言ってね、まあそれはギリギリに寄せやいけるだろうけどさ、指2、3本の差でねいけるだろうけど、うん、でそれで隣に寄せきてね、で車から降りて、でバカだアホだ下手くそだ死ねだあーだクソジジイだなって言っとるわけだからさ、こっちの先輩もムキになっちゃってさ、うん、でも動かんくてさ、最終的に向こうが警察呼んでさ、で向こうは声を大きくして警官にさ、明らかに行けるのに行けんっつってさ、もう嫌がらせの何者でもない迷惑だああだこうだっつってね、やっぱりね
自分の不利になることはね一言も言わんだよ、うん、まあ世の中そういうやつ多いね。散々なこと言っといて自分の不利になるようなことは一言も言わんってね。しかもさ、隣にさ、あの綺麗な恋人か嫁さんか知らんけどの人とさ、その恋人はさ、もうさ何も言わないじゃん、うん、やめりんとかああだこうだとかさ何も言わんじゃん。ただ携帯じろーっと見とるだけ。多分あれなんだよな、この人が怒ってる時に何言っても多分通用しないっていう、そんな感覚だったね。ようそんな人間と付き合ってるわと思ったわ、うん、そうそう。でまあ仕方ないもんで、で当人同士話したら揉めるもんで警察が間入ってね。だけど向こうもこっちもあんなやつを喋りたくねえっていう感じでね。で最終的に俺が行ってね、で俺がまああんたも大変だろうって、まああんたの気持ちもわからんことはないけどつって、まあとりあえず俺が代表して謝っとくわつって、で申し訳なかったねつって、ごめんよつって、いいよいいよなんてさ言っとってさ、やっぱりどんな人間でもそうだけど落ち着いて冷静に話せば、うん、話は通じると思うよ。あれを怒ったりガーって怒鳴りつけたりするもんで多分うまくいくもんもいかんだよね。やっぱり冷静に落ち着いて話さんといかんわ、うん、それができんのが意地っちゅうやつなのかな。見えとは違うもんね、意地っちゅうのかな、うん、そう。まあちなみにこっちの言い分としては、まあ、こっちが先に曲がってきたらってだけど曲がってきて進んだらそれをオタクが後から突っ込んできたよねって無理やり、うん、こっちとしては待っとって当たり前じゃねえかっていう主張をしたかったらしいわつって、だけどオタクから来たらそのこうだけ幅があるからいけるだろっていうことをまあ言いたいんでしょって、俺だったら無理やり行くかそれか下がるか、あごめんよごめんよつって、とかまあどっちかだけど、やっぱり世の中にああいうね、神経質がお茶もおるわけだもんね、こっちのねっつって、だから別に俺はね、お宅が悪いとはそういうことは言わんけど、うん、もうちょっと譲り合いの気持ちを持たんといかんかったねっつって、こっちもねお宅もねって、まあだけど俺はねそっちが悪いようなことも言わんもんねっつって、とりあえず迷惑かけて申し訳なかったねって、あれ奥さんと彼女さんが知らんけど、まあ迷惑かけたねって言っといてっつったら、いいよいいよなんて言っとったけどねお互い怒鳴り合っとるだもん、そりゃあかんわ、そりゃ解決するものも解決せんわマジで。そうだよ、結局警察まで呼んじゃってさ、警察寄ったらさもうさすぐどいてさすぐ話してさすぐね解決したのにさ、だったらさもめんけやいいじゃんだな。まあこんな俺がそんなこと言うのおかしいけど、散々やらかしてきたこの俺が言うのもおかしいけど、男を売る場面じゃねえあそこは、あの場面は。そう、そりゃ俺だってね、こうやってね YouTube も撮って TikTok もやっとるけど、ムカつく時もあるよマジで、ムカつく時もあるよ本当に、うん、コメントとか見たりしててね。そうだけどやっぱりどう思うかっちゅうとね、俺ね昔ね本当にめちゃくちゃ短期だったんだよね、うん、プッチンプリンって言われとったぐらいだもんね、プッチンプリン並みに切れる男って言われとったぐらいだもんね。あれだけどでも嫁さんとかリコとか、まあウルミちゃんブドウ派だもんね、あれだけど本当ね、うちの嫁もリコも人生怒ったことがないんだよ一度も、あの二人って友達だけど怒ったことがないで、多分怒りって何ですかっていう感じ。そう、怒ったことがないだよねあの二
怒りっていうのは、うん、俺なんか人生ムカつくことばっかりで怒れることばっかだけど、なんでそんな怒れんって、何されても怒らんし、あれでしょっつって、なんでそんなっつってさ聞くとさ、まあ聞いたことはあるんだけど、うん、そうかそうかと思うらしいわ。そうかそうかってどういうことかって言ったら、何言われても、あ、そういう考えの人もおるんだ、そういう個性の人もおるんだ、知らなかった、そうかそうかって、じゃあ仕方ないねって、らしいわ。うん、そう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 。らしいよ。そうかそうかだもんな。そうかか。なんかそれを聞いてから、俺も全然怒らんくなったしね。うん、あ、こういう人の考えもおるんだみたいな感じでさ、あ、そうかそうか、そうかそうかみたいな感じでさ、うん、そうそう。らしいですよ。それが怒らない秘訣らしいですよ。だもんね。怒れる時が来たら深呼吸して、こうギュッて、あの5秒か10秒か7秒か知らんけど耐えると、その怒りって静まるちゅうじゃん。俺それ結構やったことあるんだけど、本当にで100回やって100回失敗した、うん、無理。怒りってね、そんな簡単にね収まらないし。ちょっと待ってよ。はい、吹き上げを持ってきました。よいしょ。そうかそうか精神、そうかそうか精神、うん、でメリアスウエスね。いいですか、メリアスウエス。ダブルメリアスウエスってどういうことかって言ったら、メリアスウエスで吹き上げた後に綺麗なメリアスウエスで吹き上げることをダブルメリアスウエス仕様と言います。 OK ですか。そうかそうか精神だね。そうかそうかで、みんな分かった？そうかそうか精神だね。うん。で、今度ね、今度ちょっとあることをやりますよ、リコちゃんと。何をやるかっつったらね、あのね、叙々苑行ったことないんだよね、俺。まあそんな高い店行ったことないんだけど、うん。まあリコちゃんも普通の一般人だもんで、うん、まあ実家は金持ちだけど、やつんちはだけどそんないい暮らしはしてないっつっとったもん で焼肉が好きだもんで、まあうちの嫁もリコもだもんで、ちょっとね叙々苑行ってみようかなと思ってね。名古屋にあるんですよ、名古屋にね、叙々苑。うん。でも叙々苑で YouTube 撮れたら撮ってみようかなーって思っていますね。うん。よし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 。これで熱焼け防止もコーティングもかかった。雨が降っても大丈夫。弾き飛ばしてくれるから。で、今日仕事が多分4時ぐらい。あ、でも待てよ、何時に立ち上がるのかな。2時間見たって8時か。8時に立ち上がれば、うん、3時ぐらいに終わるかな今日仕事ね。3時ぐらいに終わるから、まあ終わったらね、またホイールを磨いて、うん、そう磨こうかなと思っています。何で磨くかって、今日はね、まあピンクっちゅう気分じゃないんですよ。今日はね、天水かな。
まあ転生はね、やっぱり完全に仕上がってるホイール仕様のやつですからね。やっぱりこれがね、あの日に当たるとね、めちゃくちゃ光る。マジでびっくりするぐらい光る。あのちなみにうちの商品よりも光る商品ってまず ありませんからね。世界どこ探しても嘘と思うだったら比べてみてくださいよ。僕は本当のことしか言いませんから。うん。あ、でさっきの話なんだったっけ。あ、そうそう、その揉めた話、なんか話がぐる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 変わっちゃうんだよね。そう、自分ね、一つのことに集中でできない、本当に情けない男だと思います。そう、これがね、ジェットのやつ、これいいよ、これいい、本当にこのジェットのやつはね、かなりあのなんちゅうの、綺麗になる。拭き残しゼロって言った方がわかるかな。うん、そんな感じ。これね、これいいよ。うん、こうさ、いい天気になってくれるとさ、あ、土曜日洗車してよかったなと思うわ。まあまあ、自分止めとるとこれが屋根下だもんで、ね、洗車できるっていうのはあるんですけど、屋根下じゃない時って俺あれだったもんね。その、例えば今日月曜日じゃん。で、月曜日の朝出勤の2時間前ぐらいに起きて、で洗車してから出勤しとったもんね。だから今屋根下に止めとるもんで、うん、めっちゃ楽。そう、早く起きて洗車せんくてもいいもんで、うん、まあでもあと多分 1,2 年後には駐車場も変わっちゃうからね、うちは。だからそうしたら屋根がないから、そうさ、また元通りになりますね。うん、あと出勤する前に洗車してみたいな。そう、そんな感じになりますよね。どうですか、綺麗じゃないですか。綺麗だ、完璧。これういしょっと、何分、28分。はあ、今名古屋港はね、めちゃくちゃ暇でね、困っちゃってるんですよ。仕事もなくて、よいしょ。うん、やっぱり綺麗になりますね。やっぱり紫の王道はいいわ。そう、週の初めはもう絶対に紫の王道。そうで、紫の王道が嫌だっちゅうだったら、紫の王道をかけたその上から自分のかけたいやつをかけた方がいい。そう、僕は思ってますね。僕はね、ホールが焼けるのが嫌だもんで、そう、焼けるとさ、その直すのにめっちゃ手間かかるもんで、そうだもんで、僕は紫の王道を買ってますね。まあまあ、でもこのね、アルミのホールって500度ぐらいまでなんか耐えれるらしいんで、うん、そう、しかも
今あったかいからさ、めちゃくちゃ楽。ちゅうか昨日のトラブったやつ写真撮っとったけどさ、スマホであんな写真撮って何やるだの。女も何も言ってなかったもんな、シーンと黙ってたもんな。男に物が言えない女ってね、ダメだよ。本当に。わざわざそこ止める？外人。大丈夫ですか？勘弁してくれよ。そうそうそう。これで綺麗になるはずですからね。そう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 。結局ここのなんだ傷もペーパーで磨くことなく研磨剤でこすり続けてますね。もうペーパーって本当にね、最終手段ですかね。傷を取るとか綺麗にしたいっていうのでペーパーを使うのは僕はが断固として NG です。ペーパー使うのはもう本当に腐食錆とかね、もう本当磨き剤じゃどうにもならん時にペーパー使う。そう、磨きじゃどうしようもできない。ハイトレール、ハイトレールでも取れない。そういう時に最終手段としてペーパー使うのは OK かな。ちょっとここパパパパってやらんと迷惑かかっちゃうんで、この隣の人に。そう、こういう時に他止めるところなかったんだなっていうので理解してあげないとね。で何か言ってきたらごめんよ、邪魔しちゃってってで、あえて頭を下げる。いいやん、下げる頭だなんか別に100でも1000でも持っとりゃいいと思うんだよね俺は。いらんことで突っ張って揉めても本当バカらしいと思うもんで、男が人生かけて勝負するのってそういう場面じゃないから、そう頭下げてごめんなさいごめんなさいって言ったのは穏便に解決する、そうだよ。いらん意地とか見栄とか強がりって本当にね無駄だと思う。俺はまあ散々揉めて散々喧嘩もしてきた俺が言うことじゃないけど、でも無駄だと思う。結局手出しちゃ全部捕まってきたがね俺なんか。本当に結構ね冷静にごめんよごめんよって話せば分かってくれる人もおるんで、ここに止めるっていうやつだよね。全然他止めれたんですけど、どういうことなんでしょう。まあきっとあれなんだろうね、歩くのが好きなんだろうね。
ていうことにしときましょう。うわ、なんか傷になってるな。飛び石だなこれ。ショック。ショックですね。うん。やっぱり綺麗ですよ。綺麗綺麗。もう時間も時間かな。もう YouTube やめようかな。これぐらいの時間でまた撮ればいいしね。ジョジョインのやつはね、必ず通りますから。ジョジョインがいいよって言ってくれれば。まあダメだとは言わんかな。そう。でもジョジョインすごいよね。だって2人でシャトーブリアンコースっていうのがあるじゃんね。シャトーブリアンコース、うん、それがそれが1人2万5千、2万5千出して焼肉食べに行く人って少ないでしょうね、きっとね。え、でもね、俺こう見えてもシャトーブリアンって食ったことないからね、うん、うちの地元の隣町ね、豊橋にもシャトーブリアン専門店っていうのがあるんですよ。でネットで見ると1人1万ちょっとぐらいなんですよね。だからジョジョ園のシャトーブリアンってね、よっぽどいいやつなんだろうね、うん。でもあれかコースだもんね。コースで2万5千だもんね。普通か、うん、俺なんか別にね、もともとめっちゃ貧乏でさ、あの貧困で育ってきたからさ、別にね、3000円ぐらいの焼肉食べ放題でも全然いいんだよね、本当は。そう、あえて高いの食べたいとかね、そういう気持ちはないんですよね。そうだ、ないよ、うん、ないないない、ね、でこれジェットのね、この傷はいいよ、これは。でこう折ってこう使う、これね、なかなかいい。コンビニいるとなんか買って食いそうでいかんけど、コンビニってさ、これまあデラクだけどさ、防風剤とかやたら入っとるら、まあ、コンビニの ものは自分ほんと食べんようにしとるでさ、うん、こう見えても長生きしたいって思ってるんでね、80ぐらいまで行きたいよね。そう、80ぐらいは行きたいな。で、おじいさんになったらのんびり暮らしたいね、のんびりのんびりのんびりね。やっぱり綺麗になりますね。やっぱりっていうか毎回だけどさ、うん、綺麗になるよ。
ユリアとかね、大石ペーパーかけるとめっちゃ大変だもんね、ナット周り。外せばいいけどね。外せれんでいかんわ。よいしょ。ホイール磨きのコツは、とにかく力を入れずに優しく優しく磨き上げるっていうことがすごいコツで、傷はもう気にしないこと、磨きは取れるんで、 いずれはね、うん、そんな1回2回全部取ろうとせずに地道に定期的に磨くっていうことがめちゃくちゃ大事だと思います。どうそりゃこれだけ綺麗だったらみんな見るわ。まあここはいいか、もう喋ることもなくなってきたし、じゃあまた YouTube 撮りたいなと思います。ではまた。